ナイフスイッチナイフスイッチとは、銅合金などで作られた板状の電極を、同じく銅合金などで作られた電極に差し込むことにより、導通を得られるようにした、開閉器である。破説、開閉器などとも言う。最も古典的な開閉器であり、伝統の普及とともに広く用いられるようになった。今日、日本では、関連事故防止のため、例えば低圧配線系統であれば、 内線規定などにより、充電部が露出した構造を持つものの使用が禁じられていることにより、日常、単体としてその構造そのものを直接見ることは少なくなったが、開閉機の最も基本的なものであり、弱電から強電まで広く用いられている。詰爪付けヒューズ内蔵型カバー付け、ナイフスイッチ感電事故防止のために、通常、構造部は筐体に収容される。 したがって、屋内配線などに用いるナイフスイッチとは、通常、カバー付けナイフスイッチのことを示す。このほか、日本では、屋内配線にナイフスイッチを用いる場合の、規定として、以下のようなものがある。日本では1951年、日東工業株式会社が、ヒューズとナイフスイッチを一体化し、ヒューズを含む充電部を、絶縁筐体に収めた、配線用遮断機を発売。 この時、カバー付けナイフスイッチという名称が使われ、その略称、C ケースともにこう、一般名称となっている。なお、屋内配線に用いるヒューズ内蔵型のカバー付け、ナイフスイッチは、特に参照回路に用いた場合、欠損事故に対応できないこと、MCCB であれば、過電流により、トリップが生じても、その原因を取り除き、 操作ノブを押し上げるだけでまた電できるが、ヒューズ内蔵型のカバー付けナイフスイッチの場合、ヒューズを交換するまでまた電できないなどの理由から、今日、MCCB に置き換えられることが多い。しかしながら、構造が簡単で堅牢、ヒューズによる確実な過電流遮断、本体ではなく、ヒューズの交換のみで簡単に制限電流量や、遮断特性の変更ができるという利便性などから、 機器電源開閉用などとして、現在でもよく使われている。また近年、遮断機について、短絡電流定格が重視されるようになり、原理的に簡単かつ安価に大きな SCCR を得られるヒューズと組み合わせて使うナイフスイッチが見直されている。また、配電系統に用いられる高圧カットアウトスイッチなどは、剣道性、確実性などの点から、 ナイフスイッチとヒューズを合わせた構造となっているが、前述のように三小回路の場合、欠損事故に対応できない。そこでこの欠点を補うため、三極連動型、すなわち三本のヒューズのうち一本でも溶断した場合、直ちに残りの回路も開くといったものが開発され、実用に供されている。ありがとうございます。